皆さんこんにちは、ももです。矯正日記3ヶ月目でございます。今日喋っていく内容は3ヶ月目の感想、ビフォーアフター、そして矯正インプラントのお話、で最後は Q&A を答えていきたいなと思います。まあ、実際3ヶ月目やってみての感想なんですけど、2ヶ月目に比べるとだいぶ矯正に慣れてきました。2ヶ月目までは本当に口の中に矯正器具があるという感じで、常に口の中を意識してしまうことが多かったんですけど、3ヶ月目に入るとなんかまあ矯正器具あるっちゃあるんですけど、こうそこまで気にならなくなりました。まあ、でもただワイヤーを変えるたびにワイヤーもねちょっとずつこう太くなってくるので、ワイヤーをつけた1週間は結構口の中がもごもごするのと、やっぱ歯がね痛くて柔らかいものしか食べれなかったり、やっぱりね矯正を始めて感じることはなんか口を大きく開けて喋るのがちょっと私はなんかやりにくいっていうのがあって、あんまり口をこう開けずに喋ろうとしちゃう癖がついちゃいました。まあ、なぜならこうワイヤーがね擦れたりとかして口内炎ができるので、本当にできるだけこう腹話術じゃないですけど、本当にできるだけこう開けないように喋ろう喋ろうっていうなんかなってしまってますね、今完全に。であとね、ワイヤーが太くなることによって笑う時もちょっとこう引っかかってやっぱ笑いにくいのは未だにずっとあります。あのね、ビフォーアフターなんですけれども、やっと3ヶ月目にして、あ、なんかちょっと変わったってっていう感じの写真が撮れましたので、ぜひ見てみてください。どうぞ。どうでしょうか。本当に矯正をする前と3ヶ月経った今見比べてみると、あ、なんか歯動いてるんだっていう感じが、この写真を見てみると違いが分かりやすいというか、ちょっと口元がね少し引っ込んだかなっていう感じに見えますよね。自分ではなんか本当に引っ込んでんのかなっていう感じではあるんですけど、写真を撮ってねこうやって見比べてみると、なんか変わってる感じがちゃんと変化があるので、あのね、矯正をされている方は月に1回でもいいので、ちゃんとでいろんな角度の自分の口元の写真をね撮っておくと変化がものすごく分かりやすいなと思うのでね、必ずね写真を撮っておくといい記録になると思います。こうやってね写真を見比べるとこう変化があって嬉しいです。私はねこの E ラインが欲しくて今矯正を始めてはいるんですけど、ちょっとずつだけど口元をこう引っ込んでる感じっていうのが写真を見てわかるし、こうやってね当てた時にちょっと唇がね少し前よりかはがっつり当たらなくなってきたっていうのが個人的には感じているところかな。まあそれでも全然まだね口元はだいぶ出てはいるんですけど、やっぱねこれからもね月に1回絶対口元の写真はしっかりね撮り続けていこうと思ってます。そう、あとね小さな変化なんですけど、ちょっとこれお下品になるかもしれないんだけど、袋がさ開かない時、指でこうやって開かない時に、私歯でさこうやってグッてやって開ける時があったんですよ。矯正をね始めるとそれができない。なんか前歯にこう力を入れると痛くて、もうハサミに切り替えるようになりました。これほんの小さな変化なんですけど、日常生活で当たり前にこう歯を使ってやってたこと動作がなんか今できないようになりましたね。うん、まあ3ヶ月目の感想としてはそんぐらいかな。まあだいぶ慣れてきているので適応してきたっていう感じはあります。そして2つ目、これが一番大きいかも。矯正インプラントを始めました。私もね歯医者さんではないので、ちょっと把握してる部分が間違ってたら嫌なので、一応調べたことを話しますね。まあ、小さなネジをね歯茎の骨の上の部分に埋め込んで歯をね動かす時の固定源として用いる方法で、それをね矯正用アンカースクリューと言います。これは矯正の治療で必要がなくなったらもう抜くものではあるので、ずっとつけてるっていうわけではないです。そう、この矯正用アンカースクリューを用いたこの治療のメリットとしては、うわーちょっとこれ難しいことが書いてあるんですけど、簡単に言うと通常の矯正治療より、アンカースクリューをつけることによって、まあ、前歯をねより後ろにガッと下げることができるみたいです。あとはね治療期間の短縮にもこのアンカースクリューはつながるみたいです。まあ、なんかアンカースクリューをすることでメリットはいろいろあるんですけど、ぜひこれは Google とかでぜひ調べてみてください。まあ、わからないことがあったらぜひ歯医者さんの方に、直接聞いてみてください。まあ、先ほども言いましたけど、まあ、矯正をね始めた一番の理由が、まあ、ごぼう口
を直したいというので、まあ、眉毛のねここが私出っ張っているのでここを引っ込めたいんですね。だからアンカースクリューを入れることになったんですけど、本当に何よりもねここをね引っ込ませたいんですよ。まだねこうやって触ると骨前にあるなっていう感覚はあるかな。私も1週間ぐらい前に上の歯にねネジを1本1本ここに埋め込んできました。最初歯茎にネジを埋め込む行為っていうのがちょっと想像しただけで怖いというか気持ち悪いなって思ってしまってビビってたんですけど、実際に入れてみたところ本当に全然痛くなかったです。なんか気づいたらポンポンってなんか終わった感じ。なんならもうネジを埋め込む時より麻酔を注射する時の方が私は痛いです。まあ、我慢できる痛みではあるんですけど、麻酔の注射をね歯茎に打つのがちょっと地味に痛いんだよな毎回。まあ、このネジを入れた後もすぐに抗生物質と痛み止めはね処方されたので、ネジを入れ終わった後はすぐに痛み止めを飲んで抗生物質も飲んだので、まあ、それもあるのかな。だから全然痛みは本当になかったです。ただやっぱネジを入れることによって変わったっていうのが違和感が最初ちょっとありました。あとね結構ネジを入れたことによって食べ物の詰まりがよりひどくなりました。もうねネギとかニラとか繊維質のものを食べちゃうと、ね、ネジのこの周りっていうかな、もうそこら辺にものすごいこう絡まりつくっていうか、本当に全然取れないっていうぐらい絡まるので、アンカースクリューをつけるととにかく物がね詰まるのがよりひどくなった感じは私はあります。まあ、12月末からアンカースクリューのねこことここにゴムを多分引っ掛けて引っ込めていく作業っていうのにようやく入っていくかなと思います。まあ、すぐネジをつけたから矯正の治療が始まるっていうわけではなくて、つけてだいたい1ヶ月ぐらいしっかり固定をさせてしっかりなじませた状態から始まるそうです。まあ、なのでアンカースクリューをつけて変化していくっていうのはまだ今はわからない状態ですかね。まあ、今月末からね始まっていく予定なので、そこのね変化もどのくらい変わっていくのかっていうのがね楽しみです。そして次は前回の動画でいただいた質問をちょっといろいろ答えていきたいと思います。抜歯アンカースクリュー器具をつけた時どれが一番痛いですか。まあ、個人的な感想ですけど本当に私はどれも痛くなかったです。まあ、抜歯とアンカースクリューに関してはしっかりと麻酔をしてからやるので本当に麻酔を効いてる状態は全然痛くないと思います。なんなら私は歯茎にこう表面麻酔をしてその後にまた注射で麻酔を打つんですけど、その注射で打つ麻酔の方は私は痛いっていうかちょっとビビっちゃうかな。うん。そして次は毎日の歯磨きの様子が知りたいです。やっぱり時間をかけてやるんでしょうか。そう矯正を始めてねやっぱり歯磨きの時間がだいぶ長くなりました。もうね歯磨きをしっかりやらないと歯周病の原因だったりとかいろいろトラブルにつながっちゃうので、歯磨きだけはね朝と夜、できれば昼もちゃんとこうするように私は心がけてます。でもさ歯磨きをこうしっかりする習慣がつくっていうのはとてもいいことだと思うので、逆に私はこれはすごく矯正を始めてプラスになったかなと思います。今リンガルアーチってやつをつけているんですけど、つけたことがありますか。ワイヤーとどっちが歯が動きますか。私はリンガルアーチはつけてないですね。どうなんだろう、私もね歯医者さんじゃないのでなんかどのやつが動くかっていうのがなんかそこまで詳しくわからないのでぜひそこは歯医者さんに聞いていただけたらなと思います。私はね今ワイヤー矯正をやってます。そして次は抜歯をして頬がこけたと言われて気になりました。私も頬がこけました。ショックです。あと顔が長くなった気がする。こういうのって矯正終わったら頬がふっくらするんですかね。そう私3年ぐらい前に親知らずをね全部抜いたんですけど、親知らずを抜いてからこの頬のここがねこけたんですよ。なんか別に体重は痩せてないんだけどここだけなんかこう頬がこけた感じがあってすごい嫌なんですよね。でまた歯を抜いたじゃないですか4本、また頬がこけるんじゃないか、顔が長くなるんじゃないかって不安が私も今あります。いや本当にどうしたらいいんですかね。私は表情筋をこう鍛えるのがものすごく大事だと聞いて
たので、まあ、顔の筋トレっていうんですかっていうのはやるようには心がけてます。もし矯正が終わって頬がめちゃめちゃこうこけてるのであればちょっと美容皮膚科行って相談してみようかなと思ってます。将来年を重ねて歯が危うくなってしまった場合の怖さ、例えば歯が足りないことでブリッジをかけられず高額なインプラントでしか治療ができなくなる、まあ、正直矯正っていうのは毎日のこの日々のケア次第だと思ってはいるので、まあ、どれだけ自分が歯にしっかりとケアをできるかっていうのでそこは変わってくるのじゃないかなって思ってます。そして次、ほうれい線濃くなるかもしれない怖さ。そうですよね、口元をね引っ込めるとほうれい線がねちょっとこう濃くなってしまったりとかほうれい線ができやすくなったりするんですよね。逆にごぼ口の人ってこう口元が出てるからほうれい線が、まあ、逆にできにくいんですよ。ほんと全部含めていることは顔の筋トレっていうものがすごく大事になってくるみたいです。やっぱ皮膚のねこの中にもこう顔の表情筋っていうものがねたくさんあるわけで、そういう筋肉をこう鍛えることによってたるみにくくなるし、こう筋トレをねするっていうのはね大事だと思うので、まあね、矯正に限らずこう顔の筋トレっていうものは日常に習慣化してやると、まあ、少しは悩みとしてはだいぶ減ってくるんじゃないかなと私は思ってます。そう、結構ねコメントでもちょこちょこあるんですけど、 E ラインを作りたいんだけどやっぱり歯を抜歯してまでやらなきゃいけないっていうのがもうすごく周りの人に反対されたりとか自分自身も歯を抜いてまでやらなきゃいけないことなのかっていう風にちょっとそこで悩んでる方がねいらっしゃるみたいで、私も本当に同じような悩みを持ってました。もちろんお母さんにもそれを話した時になんで健康な歯をわざわざ抜いてまで矯正しなきゃいけないのって言われましたし、まあ、私自身も確かに健康な歯を抜いてまで矯正するべきなのかなって思ってたんですけど、やっぱりね小さい頃からこの口元が出てるっていうのがもうコンプレックスで仕方がないんですよ。でも結局歯を抜いたところで、まあ、自分の体だし、まあ、もしこれでね後悔をもしするとしたら自分の自己責任だし、もうそこはもう全て受け入れてる状態で始めてます。でも前も話したからやっぱどんなことをするのにもねメリットはある分どうしてもねデメリットっていうものがついてくるんですね。だからそういうのを含めて自分がもう受け入れられるかどうかの話になってくるかなと思います。まあさ周りの人からさこういろんな意見言われて悩むかもしれないんですけど、結局やるのって自分じゃん、もう自分の体じゃん、まあ、誰にもさこういうのって迷惑かけるわけじゃないし、結局自分がやったら自分の自己責任にはなるし、うん、それを受け入れた状態でやれば、まあ、なんだろう、まあ、自分でやったしこれは自己責任だっていう風に受け入れられると思うんですね。もしそうなった時でも、もう本当にもう口元が気になって気になってしょうがない、もうずっとこれから先も何年も口元をこう気にして生きていくのが私は嫌だと思ったので矯正をね始めました。私もねもともと非抜歯でね矯正を始めたかったんですけど、やっぱりね E ラインが欲しいってなっちゃうともう抜歯をせざるを得なくて、どこのカウンセリング行ってもやっぱり抜歯を勧められることが多くて、まあ、もしくはもう非抜歯だと思うようにそんなに下がらないかもしれないっていう風にも言われたりしたので、うん、だから私の中ではこれが最終決断として、はい、至りました。やっぱりね矯正するっていうのも決して安くはない値段ですし、やっぱ歯っていうものはね死ぬまでずっと共に生きていくものだとは思うので、まあ、そのメリットデメリットっていうのをねしっかりと把握した上でねぜひカウンセリングだったり矯正治療っていうものをねやってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでダラダラと喋ってしまいましたが、矯正3ヶ月目の、様子は以上です。またね4ヶ月目の動画も上げていきたいなと思いますので、経過をねぜひ楽しみにしていてください。じゃあ最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そして Twitter と Instagram もやっていますので、よかったらぜひねチェックしてみてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。